周囲にとらわれず自分らしさを大切にしてください。いろんな愛の形があって良いと思います。僕たちも家族です。性別関係なくこの人っていう人と結婚できる、そんな世界になるといいなって思います。私たちらしい人生を楽しみます。同性婚ができますように。僕は胸オペをしていませんが、この体のまま筋トレの大会に出ます。ありのままで。たくさんの人が自信を持って自分のことを好きだって言える世界になりますように。好きな気持ちを隠さずに言える世界にしたい。アメリカで同性婚しているゲイです。今とても幸せに生活しています。皆さんも自分なりの幸せを見つけてみてください。悩むこともあるかもしれないけど、自分が いるのがいればいい。僕たちは今今年で5年目になります。去年彼にもプロポーズしましたし、これから2人で幸せに末永く暮らしていきたいと思ってます。僕らみたいなカップルが結婚の選択をできる日本社会を願っています。私たち家族です。ママが2人います。いろんな家族の形があってもいいよね。元なでしこリーグの女子サッカー選手で FTM3 人組の YouTuber です。いろんな企画に挑戦しているのでぜひ見てね。見てないでね。自分らしく生きるようになってから人生が楽しくなった。自分の気持ちを大切にしよう。私たちは結婚したい。みんなが幸せになれる世界になれると良いと思っています。セクシャリティなんて関係ない。好きな人に愛されるために自分を磨き続ける人間でいたい。ノンバイナリー、バイセクシャルね。誰もが自分らしさを隠さずに過ごせる日が来ますように。マイノリティを自覚し、同じ仲間を見つけて人生が楽になりました。もっと多くの人が自分らしく過ごせる世の中になりますように。偽りのない自分で、ありのままの自分で生きたい。恋愛の対象が男性女性と定まらない私だけど、お父さんお母さんの娘として生きていることが幸せです。うちは男の子でも女の子でもありません。パパとママに伝えてから自分の好きな服を着て学校に行っています。毎日楽しいです。たった一人に受け入れてもらえたことで自分自身受け入れることができました。お母さん、受け入れてくれてありがとう。僕が僕であることに自信を持って生きていきたいです。世の中の普通や当たり前にとらわれず、あなたらしく人生を楽しもう。鳥取にもおるけえな。みんなゆるりと生きていきましょう。男らしく女らしくじゃなくて、僕らしくあなたらしく生きていける世の中になりますように。誰が何と言おうとも、私は私、あなたはあなた。 X ジェンダーっていう言葉を知った時はとてもホッとしました。誰でもがホッとできて心地いいと感じる世界になりますように。初恋は女の子、中学高校はセーラー服、成人式はメンズスーツ、今年胸の手術をしました。これが僕の人生です。一人一人の個性が認められ、誰もが幸せになれる社会になりますように。アセクシャルです。敬愛も友愛もいろんな好きが満ち溢れる世界になりますように。川上梨沙です。 MTF です。 YouTube でトランスジェンダーのリアルを公開しています。トランスジェンダーがもっと当たり前になる、そんな世の中作っていきたいです。台湾へようこそ。台湾サンキューな。誰もがありのままの自分で、好きなものは好きと言える社会になりますように。一生に一回の人生だから、あなたらしく生きていっていいんだよ。ラグビー選手です。自分らしくいていい。人の数だけ性はあります。悔いを出ることに誇りを持って、
みんなで手をつないで歩ける社会になってほしいです。トランスジェンダーです。バイセクシュアルです。多重人格者です。こんな俺でも新しいこと、新しい趣味、新しい夢を見つけました。新しい社会を、新しい世界を尽くしていきましょう。ゲイの高校生です。中高生ならではの悩みってありますよね。それをみんなに共有して一人で抱え込まずに乗り越えよう。みんなが自分のライク、ラブをはっきりと言える、そんな世の中になってほしいなと願ってます。好きな人に年齢や性別なんて関係ない。自分の気持ちを素直に言える社会が欲しい。自分の蜂の心を許し、和解しませんか。気分が軽くなりますよ。 X ジェンダー、パーセクシャルです。誰もが胸を張って自分のセクシャリティを言える世の中になりますように。これからどんどん良くなるよ。たくさん悩んだり苦しい時もありましたが、胸を張って前に進んできて今とても幸せです。 Some dreams do come true. 더 행복하고평등한세상을꿈꾸며우리모두파이팅해요。台湾に引き続き、日本でも早く同性婚ができますように。日本でも夫を配偶者と呼べるようになりたいです。パンセクシャルです。彼女と出会って本当の自分を見つけられました。今はとても幸せです。好きになる相手は自分で決めていい。人生一度きり、好きな人と生きていこう。自分の恋人を家族、親友、友人に紹介できるようになりたい。人を好きになることは、相手が男性でも女性でも、そのどちらでなくても、その人を思う温かい気持ちそのものが素晴らしい。あなたを愛する人は必ずどこかに存在します。そこにジェンダー、年齢、民族、距離は関係ありません。X ジェンダー FTX の高校生です。俺は俺で、あなたはあなた、俺はあなたの味方です。自分らしく生きていきましょう。ここまでたくさんのアライに支えられて生きてくることができました。だから僕も誰かのアライでいたいと思っています。一人で抱え込まないでください。いつでも私たちが味方です。応援してます。一緒に頑張りましょう。私は私でいい。あなたはあなたでいい。自分のことを大切にすることできていますか。自分のことを大切にすると、周りの人のことも大切にすることができます。隠し事なく堂々と生きていくために出演を決めました。私たちはもう一人ではないです。今人生が楽しいです。幸せになります。今が幸せならそれが幸せ。とりあえず笑ってよ、バカみたいでも。 LGBTQ+ の皆さんの未来がとっても明るいものになりますように。周りに何と言われようが、自分らしく自分らしさを大事に生きていきましょう。すべての人が自分らしさに誇りを持てる未来のために。あなたは一人じゃない。一人じゃないよ、大丈夫、安心してください。恋愛をするもしないも私の自由。恋ができなくても愛情を持って接することはできます。自分を受け止め、自分を優しく、ありのままの自分で生きていきましょう。トランスジェンダーです。俺は俺の色を持って生きていく。あなたもあなたの色を持って生きてください。僕の性別は中性です。学校でも友達の前でも自分らしく生きれてる今がとても幸せです。僕は FTM です。男か女か決める必要はない。自分が生きたいように生きればいいと思う。人生楽しく。本当の自分を生かすも殺すも自分次第。俺は生かしてみることに決めた。
私はバイセクシャルでノンバイナリーです。誰にどう言われようと、あなたはあなた、ありのままで自分らしく生きてください。普通という概念が消え、みんなが笑顔で自分のことを話せるようになる、そんな未来がきっと訪れる。自分のことを大切に、分かってくれる人は必ずいる。好きなことをやっていこう。 FTM です。自分の人生、自分次第。アナウンサーだった時カミングアウトしていたら、もっと生きやすかったかもしれません。もし誰かの手によったアウティングで追い詰められている人がいたら、一人で抱え込まないでください。あなたの味方になる人は必ずいます。あなたと同じ悩みを持つ人は、実はあなたの周りにいます。その人が言ってないだけ。ありのままの自分を認めても大丈夫。嘘をつかなくても笑って歩んでいける、そんな世界になりますように。高校生パンセクシャルです。誰もが自分らしく生きれる世の中を作っていきたいです。当事者洗い問わず、世界の見え方をもっとカラフルにする、それがカミングアウトです。みんな普通じゃない、それでいいんです、それがいいんです。心のままに生きよう。もっと自由に、もっと自分らしく、未来が優しい世界でありますように。何も間違っていないから、本当の自分を肯定してあげてください。僕も僕らしく生きていきます。みんなの普通と違うからって自分を変だと責めないでください。普通も変もなくて、自分は自分として生きていきましょう。自分の殻に閉じこもらないで、幸せに生きている当事者はたくさんいます。リリースヨアセルフ、ありのままの自分を解き放て。オープンにして生きている今がすごく幸せ。みんなが心から笑える未来が来ますように。一度きりの人生、楽しんだもの勝ちです。僕は自分がゲイであるということを受け入れてから、自分のことが大好きになりました。今本当に幸せです。あなたがあなたらしくいられる世界を一緒に作りましょう。